ルチャールのお兄さん。皆さん、安心して行ってきてください。私たちの方は心配いりません。フリーナがうちらの用意した贈り物を気に入ってくれたらええな。はっ、もし足りひんと思ったらいつでも言うてや。贈り物の花火を作ったるわ。朗報をお待ちしていますよ。よし、ではノックするぞ。はいはい、こんな昼間っから。って、どちらさん？皆様、私は AA 監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか。それにジオリオ。ああ、ジオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい。もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。え、ああ、つまりその お昼って本当に天気が良くて太陽はポカポカでフリーナみたいにあったかいよな、うん、この時間まで寝てるのは賢い選択だと思うぞ。僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで天気とは何の関係もないよ。あの、こちらはフリーナ様のために用意した品です。つまらぬものですが、どうぞご承諾ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわー、これフォンティナリアムースじゃないか。大好物だよ。それは良かったです。実はこの度お願いしたいことがありまして。お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。ん？でもさっき自分が監督だって言わなかった？この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解はフリーナ様にはとても及びません。旅人とパイモンもこの永遠のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリプターで、こいつはカメラマンだ。カメラマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。本当にできるの？ああ、別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ
写真機を使っているところをあまり見たことがなかったから。ならフリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できたら、安心してオイラたちのクルーに入るってのはどうだ。おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。でも確かに君の撮影レベルは見てみたいな。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから、君がそれに答えられるかどうか試させてもらおう。まあ実際の撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の腕を見てから決めさせてもらうよ。準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。じゃあ写真機を持って問題を出そう。それしたよ。なかなかの腕みたいだ。撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。フリーナはオイラたちを手伝ってくれるってことか。そう簡単にいくもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き始めたんだから。実を言うと、今回のフォンティナリア英英祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。ただその脚本は退屈で興味をそそられなくてさ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって他の人に知られたら。てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。何か不満でもあるのかよ。そのギャラはいくら？え？僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。ギャラも重要な判断基準だからね。
それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられるよ。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。分かった、今の条件では参加するのが難しいけど、好奇心を満たすために一応聞いておこう。うん、何を取るつもりなんだい？小説を原作とした脚本、二重詩です。ん？ちょっと待って、ベストセラー1位になったあのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。うわあ、わかった、永遠の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、ほとんど無償でこの版権の利用を快諾してくれました。資金不足は別の理由で。有名になりたいんでしょ？その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私も、私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員からあんまりモラを受け取ることはないから、それと同じね。宣伝効果が優に費用を上回ってるもの。フリーナはこの物語が好きなのか？まあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど、人間関係は改善の余地があるだろうね。前に読んだ時はなんだか残念だった記憶があるよ。僕の基準はとても厳しいからね。古本クザビエ、もしもだよ、仮に僕が監督をやったら、脚本と表現上の修正にどれだけの自由がもらえる？それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。フォンテーヌの誰もが知っている大スター、フリーナ様の審美眼を疑うわけがありません。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫だってことだよね？もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとダメみたいだからね。では承諾してくださるのですか？ああ、手を貸そう。ギャラは僕には釣り合わないけど、最高の脚本は最高の監督と組み合わせるべきだ。モラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。最高級のパンとチーズをオーブンがないからって放置してみすみすカビを生やしちゃいけないように。水神様のご加護あれ。これは夢じゃありませんよね。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。永遠の準備にはすごく時間がかかるんだ。一番難しい脚本と配役が決まっているとはいえ、これから撮影場所を押さえたり照明や道具を。ああそうだ、二重詩を撮る以上アクション指導の人も探さないと。銃を実際に使ったことのあるプロがいい。その辺の問題は私も考えました。もともと思っていたのは、フリーナ様のコネでお願いできる方がいらっしゃらないかと。僕の方で？以前だったらクロリンデに頼めたんだけど、もう長いこと彼女と連絡を取ってないしな。ナビアも銃を使ってたけど、スタイルが小説の登場人物とはかなり違うし。特巡隊にお願いできないかな？ああ、特巡隊に属しているあの銃士隊のこと？そう、彼らは毎日銃を扱ってるし、専門性から言えば第一候補でしょ？あそこはみんなヌビレットの管轄だから、僕は彼らのことをよく知らないんだ。もしかして結局ヌビレットにお願いしなきゃダメかな？そんな手間をかける必要なんてないわ。
隊長のシュブルーズとは知り合いだから。え、チオリがなんで獣死隊の隊長を知ってるんだよ。別に特別な理由はないわよ。商売柄よく面倒ごとに出くわすから、彼女には何度も助けてもらったことがあるってだけ。逆に私も特巡隊が表立って行動できない問題の処理を手伝ってあげてるけど、そうこうしてるうちに仲良くなったの。特巡隊が表立って行動できないからファッションデザイナーに解決してもらうなんてことあるのか。しおりの仕事がますますわからなくなってきた。そこは知らない方がいいわ。話を戻すけど、彼女に銃の指導をしてもらうってのはどう？専門家にお願いできるならもちろん意義はないさ。ましてや隊長クラスだし。しかし特巡隊の仕事は忙しいだろう。本当に永遠の撮影に参加する時間なんてあるのか。それに報酬の問題が。幸い彼女もお金にうるさい人じゃないから。まあ時間については本人に聞いてみないとわからないけど。じゃあ僕は一緒に行かないから、そっちは頼んだよ。今日はパスタの特売日なんだ。後で結果を明日の予定と一緒に教えてくれ。わかりました。フリーナが加わってこの永遠のメンバーに一気に凄みが増した気がするな。当然だよ。フリーナという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか、公開日初日にせいぜい感謝するといいさ。その時歌劇場では立ち見席の券まで完売になること、受け合いだろうね。ついでに知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声をかけてみよう。フリーナはやっとみんなの評価に悩まされなくなったんだな。余計なこと言わなくていいから。じゃあ出発しましょう。ちょうどシュブルーズが今日どこにいるか知ってるから。そうだ、ついでに聞くけど、僕のギャラがあんなに少ないんだし、主演の二人はどうなってるの？はるばる稲妻から来てくれたんだろう。実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なので、ギャラも何もいらないとおっしゃるのです。なんだって？すると世界中からモラはいらないよって人がこの永遠を取りに集まってるの？まさかチオリも？ま、彼とは少し親交があるしね。私のブランド名を一番目立つところに出すってことも承諾してくれたし。はあ、僕が言うのもなんだけど、グザビエは本当に神に愛されてるんだね。間違いなく小説です。誰かが趣味で創作して
匿名で投稿した報道記事風の物語なんです。小説について話し合ってるみたいだけど、あのレピーヌ・ポーリーンってやつ、なんでそんなに慌てて不安そうな顔をしてるんだ？編集者たちが会議で話し合っているのをこの耳で聞いたんですから。編集者たちもあの小説が民衆に誤解を与えるんじゃないかって懸念して、わざわざ出立艇に問い合わせまでしたんですよ。しかし思いのほか、出立艇はあの小説が気に入ったみたいで、偽情報が潜在的犯罪者の耳に入れば目立つ被り物での犯行を誘導できるかもって。警備ロボの識別能力はベテランの警察と肩を並べるほどだから、そんな犯罪を見逃すはずがありません。かえって犯行を目立たせるだけ。小説が掲載されてからというもの、数多くのプクプク獣怪と巨大赤冠柄にフライムマンたちが出立艇によって逮捕されました。あの小説が治安維持の一助となったのは事実ですが、まさかあなたのような研究員まで引っかかるとは。しかも多額の投資までしていたなんて。とりあえず何があったのか聞いてみようぜ。シャルロット、旅人にパイモン、二人も来てたんだね。近くで取材してたら偶然こちらのレピーヌ・ポーリンさんに出会ったの。彼女はスチームバード新聞でこんな記事を読んだそうよ。プクプク銃に変装した犯人が警備ロボの目を逃れて犯行に成功したって内容のね。それで彼女は警備ロボの精度を向上させる装置を作ってフォンテーヌの治安を強化したいって思いから、大量のモラと時間を投資して画像認識技術の研究に打ち込んだんだけど、私も画像認識技術の宣伝文を書いてって頼まれたの。原稿料とレンズの見本まで渡されてね。でも残念なことに、それはただの架空の物語で、彼女の期待と努力は水泡に帰してしまった。慰めの言葉はかけたけど、すぐには受け入れがたいだろうね。オイラたちも、こんなことは初めてだぞ。その作家は、ただ面白い物語を書きたかっただけだろうし、出立艇のやり方だって、確かにフォンテーヌの治安維持の役には立ったもんな。ちょっとレピーヌ・ポーリーンさん、何してるんですか？警備ロボと一戦やるんです。それからエピクレシス歌劇場に行ってメロピで要塞に住民登録をしようと思います。そしたら借金を返さずに済むでしょう。そう、それが生き延びるための唯一の方法。早まりすぎです。あなたが警備ロボと戦ったって彼らの外装さえ破れないでしょ。せいぜい出立艇で数日過ごした後、借金は借金で返さなきゃいけないんですよ。それよりこの技術に一体いくら注ぎ込んだんですか？メロピデ要塞に逃げ込むほどの額でもなさそうですけど。旧フォンテーヌ科学院の海中説明エンジニアに過ぎない私にとっては、何年もかけて一生懸命貯めてきた貯金なんです。それに失ったのは貯金だけではありません。私が思い描いてきた仮想認識の輝かしい未来も、億万長者になる夢も、何もかもが消えてしまいました。私の人生も台無しです。ごほん、そう落ち込まないでください。レピーヌ・ポーリーンさん、私に一つ提案があります。よく見てみたら、先ほど渡してくれた見本、
画像認識サンプル収集撮影レンズはより正確に収集し分析するための特別設計がなされているようですね。本来の機能とは別に素早くフォーカスを変えられるこのレンズはきっと記者たちの役に立つと思いますよ。フォンテーヌ新聞業界の進化を推し進める力になるかもしれません。ですからあなたのこれまでの研究は決して無駄ではありません。思いがけない分野ですごい進化を発揮できるかもしれませんよ。本当ですか？もちろんです。こう見えてもスチームバード新聞で経験を積んできた記者ですよ。同業者たちが仕事でどんな課題を抱えてるのかよーく分かってます。ですからまずは気を取り直してください。その後レンズの量産について考えましょう。記者の仲間たちにもあなたのレンズのことを紹介して取引先を当たってみますから。そんな幸運が訪れるとは。もしかしたら撮影設備発展のチャンスをつかめるかも。それで大口発注が来たら億万長者になるのも夢じゃない。もう少し資金を借り入れた方がいいでしょうか。撮影設備戦争を勝ち抜くためにはいち早くレンズを改善して市場先取りしないと。レピーヌポーリー、夢ばっか見てないで、まずは一歩ずつ進んでいこうぜ。全財産をつぎ込んで一夜にして金持ちになるなんて野望はやめた方がいいぞ。ええ、もし知り合いのつてで画像認識の設備を必要としてる工房に売ることができたらもう少しモラを集めることができるわ。ああ、もっと早く考えつけばよかった。電話急げ、一刻も早く。ああ、もう行っちゃったぞ。オイラたちの話全然聞いてないじゃんかよ。まあ少しわかる気もするわ。インスピレーションと情熱が湧き上がった時仕事のことしか頭にないから人の話が入ってこないんだよね。新人記者にもそういうタイプが多いの。心配しないで、今回の出来事を記事にするつもりよ。レピーヌ・ポーリーンさんの様子も時々見に行ってあげるから、彼女の研究はきっと記者たちの役に立つと思うわ。彼女が軌道から踏み外すことなくできるだけ早くレンズの大量生産にこぎつけられるように私もアドバイスしてあげるつもりよ。そしたらオイラたちも安心だぜ。そうだ、このサンプルレンズは君たちにあげるわ。ほら君たちってあっちこっちを旅してるでしょ。すごいツールはすごい人の手に使われて初めてその進化を発揮する。きっと君たちが使った方が素晴らしい瞬間をたくさん記録できると思うわ。ありがとな、シャルロット。ひひ、ただ話を聞いただけなのにプレゼントまでもらえるなんてな。大したことないよ。私も特ダネを仕入れることができたしね。特殊なニーズがあったからとはいえ、新聞報道と文学作品の境界線はできるだけ線引きさせた方がいい。レピーヌ・ポーリンさんみたいな善良な市民が不幸な目に遭うことが二度とないよう編集部にちゃんと話しとくわ。ここよ。ん？周りには誰もいないけど
その獣死体の隊長ってのはどこにいるんだ？あそこで眼帯をしてニューススタンドの前で本を読んでる人がそう。あ、あいつか。なんとなく周りの人と雰囲気が違ってかなり威厳のある感じがするな。君たちはここで待ってて。私が呼びに行くから。今は勤務時間中だし、そのまま行くと迷惑かもしれない。勤務時間中？でもあそこに立って小説を読んでいるぞ。まあここは任せて。わあ、行っちゃった。しおりってなんだか謎めいた感じがするよな。自分は服を作ってるだけとか言いつつ、すごい人とたくさん知り合いだし。フォンテーヌ邸は外国人にあまり寛容ではないからな。ここで自分のブランドを広めるのは容易なことじゃない。競争の激しいファッション業界ならなおさらだ。地元出身の俺が栄誉を取るのでさえ一苦労なんだ。千織さんがどうやって今の地盤を築いたのか想像もできない。知り合いが大勢いてデメリットは何もないさ。勤務時間中に読書？ああ、探偵小説だ。主役は一人？いや、主役は複数いて分岐がある。ストーリーはどこまで進んだの？主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。彼は選択を誤るだろうと私は見ているがな。少し急いでもらえる？お願いがあるの。それは私の一存では決められない。わかるだろう？その主役がどちらを選ぶかにかかっているのだ。だから私が手伝いに来たんじゃない。なるほど。やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。何をなさるんですか？その手に持ってるものを差し出せ。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。では私が見ても構わんな。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが、うちのお客を脅かさないでください。商売になりませんよ。ここまで来てしらばっくれるな。貴様も逃げられんぞ。もう一度言う。私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているものを渡せ。ああ、貴様が愚かな振る舞いをする前に一つ忠告しておこう。貴様が何かを企むよりも私が貴様を制圧する方が早い。渡しますよ。差し出せばいいんでしょ？でも先に言っておきますよ。もし本に何か違法なものが挟まっていたとしても、それはきっと店主が勝手に押し込んだもので、私とは無関係ですからね。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろう。話があるなら取り調べ室で聞こう。ルテリエ、こいつらを連行しろ。どういうことだ？さっきまで本を読んでたのに、急に誰か逮捕されたぞ。あ、こいつらは。おお、前によく新聞で見た旅人じゃないか。千織の話とは、この二人と関係があるのか？いいだろう。お前たちになら話しても差し支えないはずだ。和紙事件の後、ロシの源は断たれた。だが、フォンテーヌ警察隊は、それ以前に市場に流れた分をずっと回収していてな。信頼できる情報源のおかげで、最後の一つもさっき回収できた。なるほど。シュブルーズは犯人を捕まえるために、あそこで本を読んでたのか。うわ、そうだ。まだちゃんと自己紹介してなかったな。オイラはパイモン。こっちは旅人で、こいつはグザビエだ。
はじめまして。私はシュブルーズ。肩書きは二度も紹介する必要はないだろう。私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょ？だから現行犯逮捕しようとしたんじゃない？いや、店主が自首するかどうか見たくてな。私の前に自ら進み出て、ロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。もし彼がそうしたなら、私も追及しなかった。だけど、店主は丸一日そうしなかった。逆に私が君の視線を遮ってあげると、彼はその隙を見てすぐさま売り飛ばした。ああ、奴は選択を誤った。正しい道は目と鼻の先にあったというのに。彼らは正しい選択をしないって分かってたんでしょ？分かっていた。ただ、それが間違いであればいいと思っていたのだ。おお。まあ、この話はここまでにしよう。それで、私に用があるのだろう？おお、実は。二重詞か。この話を選ぶとはいい目をしてる。私に何をしてほしいのだ？役者のアクション指導ということでいいのか？ああ、そうなんだ。撮るからには本格的に撮りたいと思ってる。役者が銃を構える姿と銃器に対する理解をできるだけリアルな重視に近づけたい。だがこの仕事は時間をかなり取ってしまうかもしれない。撮影の全工程に同行してもらう必要があるし、それからそのギャランが。それ以上言わなくていい。参加しよう。あっさりオッケーしてくれた。本当にこんな低予算の営業を指導してくれると？このくらいわけはない。私が担当していた捜査はさっきので一段落し、しばらく喫緊の事件もないしな。それに私はこの小説が好きなのだ。家にハードカバーの本だってある。正義が悪に勝つ物語は何度読んでも飽きない。じゃあこれで決まりね。ああ、明日撮影現場で会おう。なんということだ、あまりにも順調すぎる。急いでフリーナ様に知らせないと。あ、それから道具係と照明技師に機材を用意してもらって、明日からクランクインだ。落ち着いてグザビエ。平営の撮影は一日じゃ終わらないんだから。けど私も帰って出演者のために衣装とメイク道具を用意しなきゃ。うん、じゃあ今日はここで別れようぜ。旅人パイモン、二人は残ってくれ。話したいことがある。私は先にグザビエを送って帰るわ。この人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだから。クランクイン初日のイベントが、噴水の中にプロデューサーがいないか探すことになったらごめんだしね。うん、また明日ね。それで、シュブルーズがオイラたちに話したいことって何なんだ？二重詞を読んだことはあるか？この小説は、伯爵家の息子と娘がお互いに支え合って生き、母親のために復讐するという物語だ。彼らは幼い頃、伯爵家で暮らしていた。母親は屋敷の女中で、二人は伯爵と女中の私生児だったため、幼い頃から人に疎まれていた。ある日、彼らが家に帰ると、母親が部屋の中で倒れて殺害されていた。明らかに犯人は、同じ屋根の下で彼らを邪険に扱っていた伯爵の家族だ。だが、伯爵の力は強大で、声を封じるには十分だった。事件は最終的に自殺と認定され、正義は通らなかったのだ。
そして二人の兄弟は逃げ出し、将来の復讐を誓った。数年後、伯爵の家族が突然次々と銃で殺された。いずれの死体にも添えられていたのは、満開のレインボーローズ。それは、亡くなった母親が一番好きな花だった。伯爵は、その母親の亡霊が復讐に来たのだと思って日々を怯えて暮らした。だがその正体は逃げ出した兄弟だ。二人は助け合って生き、日夜訓練に励み最終的に獣士となった。彼らは自力で手がかりと証拠を集め、計画を実行した。最終的に伯爵への復讐を果たし、母親の死の真相を世間に知らしめたのだ。おお、胸がスカッとする話だな。そう、悪はいずれ報いを受け、正義はいずれ下される。私はそういったテーマを好む。ひっ、それもシュブルーズが加わりたい理由なんだな。それも理由の一つだ。あれ、他にも理由があるのか？お前たちに関する記事を読んだことがある。事件の審判に加わったことにしろ、フォンテーヌの危機を救うため協力してくれたことにしろ、お前たちが正義感に溢れており、その推理力も侮れないことはすぐにわかる。鋭いな。似たような経験がたびたびあるようだ。最近、銃による殺人事件が起きたのだ。犯人の手口は、小説のものとよく似ている。え、本当か？今日の新聞にはそんなこと書いてなかったぞ。マレショーセファントムは事件の情報を公開していないからな。捜査に進展がないため犯人はかなり慎重なのだろう。銃による殺人、確かフォンテーヌで銃を使ってる人って少ないはずだよな。ありえない。銃士隊は毎日銃器の状態と弾薬の在庫量をチェックしてる。銃を撃ったかどうかは一目瞭然。ましてや、皆私が信用しているものばかりだ。だが、事件について今日教えられる情報はここまでだ。え、どうしてだよ。帰ってよく寝て、明日改めて私と一緒に調査するかどうか決めてほしい。お前たちにとって迷惑なのは分かってるが、正義の助っ人は多ければ多いほどいい。そう願っている。これは特巡隊の役目ではない。我々の仕事は犯人を捕まえることで、彼らを探すのはマレショーセファントムの仕事だ。調査は、いわば、市場によるものだ。銃に汚名を着せたくない。また、犯行の手口が小説と似ている点も気になる。背後につながりがあると思ってるのか？ああ、その通りだ。もう一度言う。これは命令ではなく、取引でもなく、ただのお願いだ。二人が明日の撮影を経て、事件に興味を持ち、調査を手伝ってくれたなら、心から感謝する。旅人、どう思う？わかった。確かにその通りだな。オイラも少し疲れたぞ。朝からずっと休んでないもんな。今日はひとまず帰って休んでくれ。冷静な頭を保つことが大切だ。特に重要な決定をするときはな。さもないと肝心なときに一寸先の道さえ見えなくなってしまうかもしれない。